ボッティチェッリによるアウグスティヌス。アウグスティヌスは、アウグスティヌス新議論を提唱した最初の人物である。アウグスティヌス新議論は、4世紀から5世紀の神学者、哲学者ヒッポのアウグスティヌスにちなんで名付けられ、悪の証拠的問題に対する返答をする中で、作られたキリスト教新議論の一種である。アウグスティヌス新議論はこの世に悪が存在する証拠が、 ある中で全能かつ完全な善である神の存在の外然性を明らかにすることを試みる。アウグスティヌス神議論の編集は歴史上複数回提唱されたが、それらの類似性は21世紀の哲学者、ジョン・ヒックによって最初に明らかにされ、ジョン・ヒックはそれらをアウグスティヌス型と分類した。それらは解して、神は完全に善であり、神は世界を無から創造し、 悪は人間の現在によるものであることを主張する。悪のこの世への侵入は現在及び自由一志の人間の乱用による罪の持続的な存在に対する罰として説明される。アウグスティヌス新議論では神の善性及び愛は完全であり、神は悪や苦しみに対する責任を持たないとされる。ヒッポのアウグスティヌスはアウグスティヌス新議論を提唱した。 最初の人物である。彼は、悪がそれ自身で存在するという考えを否定し、悪を自由意志の人間の乱用によって引き起こされた前世の大敗として考えた。アウグスティヌスは罪に対する罰としての物質的な地獄の存在を信じていたが、イエス・キリストによる救済の受け入れを選択した人間は、天の国に入ることができると主張した。 アウグスティヌスの影響を受けたトマス・ワクイナスは、神は善であり、悪い性質を持たないという考えに基づいて、アウグスティヌス神議論に類似した新議論を提唱し、善の存在が悪の存在を人間の罪を通じて可能にしていると考えた。また、アウグスティヌスは、ジャン・カルバンにも影響を与えており、彼は、 悪は自由意志の結果であるというアウグスティヌスの考えを支持し、人間は罪によって堕落し、精神的な指導を受けるために、神の恩寵を必要とすることを主張した。アウグスティヌス審議論は、アウグスティヌスと同時代のマニキョーとホルトゥナトゥスによって批判され、ホルチュナトゥスは、神はまだ悪に関与していると主張した。また、18世紀の神学者、 フランチェスコ・アントニオ・ザッカリーアは、アウグスティヌスの悪についての考えが、人間の苦しみを論じていないことを批判している。ジョン・ヒックは悪を、人間の発展のために必要であるとする、新議論を提唱した。プロセス神学では、神は、善能ではなく、それゆえ神は悪に対する責任を持ち得ないとする。アウグスティヌスの論法は、アルビン・プランティンが等によって改められ、 アルビン・プランティンガが1980年代に提唱した自由意思弁護論は悪の論理的問題についてのみ答えることを試みる。このような弁護論は神の存在を論証しないか、神の存在をあくまでも家庭に留めるかして話を進めるが、神の存在証明とこの世に悪が存在することとは論理的に矛盾する。複数の批判は科学を引き合いに出して、 アウグスティヌス新議論の考えは世界の起源及び生物の発展に関する科学的合意に反していることを挙げる。アウグスティヌス新議論はジョン・ヒックのエビルザ・ゴッド・オブ・ラブにおいて最初に区別され、そこで彼はアウグスティヌスの新議論及びその発展型をアウグスティヌス型と分類した。また、ヒックは人間の自由意志に基づいて 神は悪に対する責任を持たないとするアウグスティヌス神議論と神は悪に対する責任を持つ者の,の悪の存在は人間の発展にとって有益であるために正当化され、うるとするエレナイオス神議論とを区別した。アウグスティヌス神議論は悪の証拠的問題への返答であり、悪の証拠的問題はもし神が善能かつ完全な善であるならば、 悪はこの世に存在するはずがないという懸念を引き起こす。また、悪の存在の証拠は、神は善能でないのか、完全な善でないのか、それとも存在しないのかといった神の本質や神の存在の疑問を招き得る。新議論はこの問題に対する妥当な説明を提供することによって、神の本質及び存在と悪の存在の証拠の調和の試みるものである。 アウグスティヌス新議論は、神は、無から世界を創造したが、悪を創造しておらず、悪の発生に対する責任を持たないことを主張し、悪はそれ自身によって存在するのではなく、善の欠乏、神の善なる創造物の堕落であるとみなされる。アウグスティヌス新議論は、現在の考えを支持する。アウグスティヌス新議論に分類されるすべての新議論は、 神が罪と苦しみのない男女を想像するという天地創造を文字通りに解釈する。悪はアダムとエヴァが神に最初に従わずエデンの園から追放された時に堕落した人間に対する罰であると考えられる。人間の自由意志は道徳悪が存在し続ける理由としてアウグスティヌス神議論によって提供された。アウグスティヌス神議論では人間は 意志が悪である時に道徳に反する行為に傾倒し、人間の意志の悪の性質は現在によるものとされ、アダムとエヴァの罪が、人間の意志を堕落させ、神に罪はなく、善であり、悪に対する責任を持たないことを主張する。ホール2003、P132、エビースベンゼンピアス2010、ピアニッシモ、48、49、トゥーリー、マイケル、ザ・プログレム・オブ・エビル。 スタンフォード・エンサイクロペディア・オブ・フィロソフィー2012年2月8日、閲覧。ベネット・ピーターズ、ヒューリット・ラッセル2008、P126 面2002、P170 コーリー2000、ピアニッシモ177、178、スベンゼン・ピアス2010、P49 グリーン2011、P779 ゲイビット1995、P19、 ありがとうございます。